はい、もちもち TV のもちです。本日2023年7月14日はですね、宮崎駿監督の最新作スタジオジブリ君たちはどう生きるかの公開日ですね。で、早速この近隣で一番早い上映の会に行ってきました。で、感想としましては、まあ、あの君たちはどう生きるかの、あの鳥のポスターとあとタイトルあるじゃないですか。これを見て最初、あんまり面白くなさそうだなって思ってたんですけど、実際映画館に行ってみて蓋を開けてみればものすごい面白いですね。なんかスタートはホタルの墓みたいな雰囲気で始まるんですね。で、そんな感じで始まって、その雰囲気がずっと続くのかと思いきや、途中から世界観がちょっとガラッと変わってきて、ちょっと斬新な気持ちでしたね。で、まあ、あんまり大きなネタバレがないように話したいとは思ってるんですけど、まあ、話しちゃうかもしれないんですけど、まあ、最初は、なんか、意外とゆっくりした感じで話が進んでいくんですね。で、ゆっくりした感じで進んでるとはいえ、別に、だらだらだれてる感じではなく、なんか、前、じゃあ僕結構ジブリの感想動画上げてたりすると思うんですけど、風立ちぬの時に、なんかすごいなんかだらだらしてるなーって思ってたんですね、前半戦。うわー、で最後に一気に加速したんで、いや、なんかちょっとバランスがどうかなって思ってたんですけど、この君たちはどう生きるかはちゃんと最初進んでないように思いきや、ちょっとずつ本当になんか進んでて、なんかあの鳥がやっぱちょっと関係してくるんですよね。で、中盤以降ストーリーが一気に動くみたいな感じなんですけど、宮崎駿監督の良さが出てて、あ、これが宮崎駿監督作品だなって思ってたんですけど、その宮崎駿監督の作品の良さに加えて、なんか現代の要素をちょっと盛り込んでパワーアップしたみたいな印象なんですよね。なので、ちょっと新海誠監督の作品の要素もちょっと入ってるみたいな感じで、なんかいいとこ取りしてるみたいな感じなんですよね。で、終わり方も宮崎駿監督作品らしいなっていう感じの終わり方だし、なんかちょっと不満なところがあんまりないみたいな映画でしたね。で、声優陣も、まあ見ては初めて分かったんですけど、かなり豪華だったし、で、主題歌も、まあ、主題歌も今までで言ったら、そんなに現代のトップアーティストを主題歌に持ってくることはないと思うんですけど、でもまあネタバレになっちゃうんですけど、まあ米津なんですね。米津さんが主題歌を歌ってて、あ、いかにも現代っぽい感じだって思って、それでなんか世界観がその主題歌で壊れるかと思いきや、別に壊れない、ちゃんと合ってるみたいな感じで、なんか素晴らしい映画でしたね。まあ、今回の作品の悪いところといえば、なんかあの告知ポスター、あの君たちはどう生きるかって書いてあって、まああれアオサギなんですけど、アオサギのポスターと、あと一切宣伝をせずに公開日を迎えたっていう、この強気な姿勢、これをやらなくてもよかったんじゃないかなって思いました。ストーリーは本当に面白い感じなので、もっとガンガン宣伝してスタートダッシュを決めてもよかったんじゃないかなって思いましたね。でですね、数ヶ月ぐらい前の動画でもう好きジブリ作品を全部見てランキングをつけてみたみたいな、26作品のランキングをつけてみたみたいな動画をアップしたと思うんですけど、その26作品の中で今回の映画は5位かなってっていう感じですね。まあラピュタの下ぐらいかなっていう位置づけでした。今回の映画本当口コミが勝負だと思うので、まあ本当に面白いので、ぜひぜひ映画館で見てほしいなって思いました。はい、以上もちもち TV でした。